どうも、辰巳です。というわけでね、もう寒くなってきて、まあ半袖ですけど、今私、ドミノピザに行ってきました。ドミノピザはね、2枚頼むと1枚タラになるっていう、まあ取りに行けばの話であるんですけども、そういうサービスがあって、私今日も頼んできました。で、冬のクワトロっていうのがあるんですよ。だから今日はそれを皆さんの前で食べていきたいと思います。皆さんの前で食べていきたいと思いますって、いつも通りじゃん。イェイ。というわけで買ってきた冬のクワトロリッチ、こちらでございます。オープン。うわー、たまんねー。構成されているピザの種類、熟成ビーフ、カニグラタンブイヤベース、ガーリックシュリンプ、イベリコ豚のトマトソースとなっております。あ、まあそんな感じですわ。これでね、まあ、M サイズ2700円となっております。で、こちらがスペシャルシーフード、こちらのピザがタラになっております。オープン。はあ、これはすごい。やばい、これかなり美味しそうじゃないですか。これね、一応まあ、ホワイトソースかトマトソースって選べるんですけど、私はトマトソースにしました。エビがね、結構ね、デカめに入っていて、ミニトマトもふんだんに散りばめられてますね。美味しそう。これはもう、あったかいうちに食べなきゃ。もうレビューしてる場合じゃないんだよ。冬のクワトロリッチを食べていきたいと思います。まずはこれですね。これは、熟成ビーフでしょう。これはうまいよ。いや、熟成ビーフっていうぐらいあって、もうタレがね、もうしっかりついていて、味の濃い。そしてやっぱりね、パン生地っていうのがすごく柔らかくってふわっとしてるんで、よだれがすごい。もうそれぐらい美味しいってことです。次はこちら、カニグラタンブイヤベースというやつでしょう。うわ、カニが結構ね乗ってますね。で、グラタンの厚みがあって、これはもう絶対美味しいですよ。カニがもうしっかり口の中に広がって、で、それでアスパラも入ってるんですけども、それとの組み合わせが抜群なんですよ。これは美味しい。それで私の中でもうこれを食べたかったんです。ガーリックシュリンプ、ニンニクとエビですね。こんな最高の組み合わせ考えた方天才ですね。これはもう見たらわかるでしょ。そらうまいよ。いいですね。やっぱりこのエビとガーリックの風味がもう最高ですよ。本当にこれはお酒が進みますね。本日もお仕事お疲れ様です。いただきます。そして最後はイベリコ豚のトマトソース。これで冬のクワトロリッチ完全制覇でございます。見てください、こうバジルとかもついてるんですね。イタリアの香りがしますね。うん、行ったことないけど、これは美味しい。食べた瞬間に豚の上質な香りがするんですね。ほんと肉を食ってる感じに似てるというか、やはりピザといえばこのジャンク感ですね。ジャンク感を楽しめるっていうので、口の中に入る肉の香り、これはもう本当に最高ですね。結局どうなると思います？いや、こうなりますよ。いや、美味しかった。おっと、忘れてはいけない。で、シーフードスペシャルでございます。いや、これうまい。なんか上がむちゃくちゃジュクジュクしていて、で、もう口の中にシュルシュルって入っていくんですよ、ソースが。もうこれがたまんないの。なんだこの指。あ、うまっ。はい、というわけで食べていきました。ドミノピザの冬のクワトロリッチ、美味しいですね。本当にシーフードスペシャルもたまんない。本当に美味しかった。いやー、まあ食べてきましたね。うん、まあ一人で頼む量じゃないね。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。